はい、タコです。今回はですね、私が今読んでる本があって、で、その本が、オンデーズっていうメガネのお店、知ってますかね。オンデーズの田中修二社長っていう方がいらっしゃるんですけど、その田中社長が書いた、最近出版した本だと思うんですけど、大きな嘘の木の下でっていう本があるんですよね。で、その本を読んで、まだね、途中なんですけど、結構いろいろ感じることがあって、今日ね、動画撮ろうかなっていうふうに思ったわけなんですね。田中社長って言ったらもう今でこそね、本当にオンデーズっていうメガネ屋さんをもう世界にも展開している、もう有名な社長さんですよね。いろんな YouTuber の方と、コラボしてたりとか、有名な方で言うと、堀江貴文さんなんかとコラボしたりとか、あとはオリエンタルラジオの中田さんなんかとコラボしたりとか、あとは YouTube 講演家の、鴨頭さんと、コラボしたりとかですね、いろんな有名な方とコラボしている方なんですけど、その方がですね、昔の自分のストーリーを話していて、彼は、10代の頃ですね、ボクシングをやっていたと。で、そのボクシングをやっていたんだけれども、怪我でボクシングができなくなってしまったと。で、そうした時にじゃあ次に何やろうかなっていうふうに考えたら、バンドをやろうっていうふうになったわけです。で、そのバンドをやる理由っていうのも、女子からモテたいからっていうね、もう本当に10代の若者らしいというか、僕自身もバンドをやってたことがあるんですけど、その動機が田中社長と全く一緒で、女の子からモテたいという一心でバンドを始めた過去があって、そこでもう感情移入がものすごいね、してですね、自分のことのように見てたんですけど、で、そのバンドを始めて、その時っていうのはやっぱりバンドでなかなかこう今みたいにね、 YouTube があってインディーズのね、まだデビューしてないバンドの人たちが YouTube でどんどん発信してね、それで自分を売っていく。だから結局メジャーデビューする前から有名になるっていうことは今みたいにできなかった時代なんで、結局メジャーデビューするまでは自分でね、バイトしたりとか何らかのお金ですよね、資金繰りを調達してバンド活動しなきゃいけないというような状態だったわけです。で、そうした時にあるバンドの人たちは、そのファンの人たちですよね、ファンの女の子たちにお金をもらって、そして養ってもらっていた、いわゆる紐みたいな生活を送っていたと。だけれども田中社長はそういったことは嫌いで、女の子の前ではやっぱりかっこよくしていきたい、ね、やっぱおごってもらうっていうのはなんかこうかっこ悪いっていうふうなね、気持ちがあったんでしょうね。それで自分は女の子からそうやっておごってもらうのはすごく嫌だからっていうことでバイトをしてたらしいんです。で、そのバイトも決め方としては、とにかくお金が、給料がいいバイトっていうことで選んでたらしいですよね。で、どんなバイトしたかっていうと、深夜のバイト、お弁当作りのバイトですよね。なんかこうベルトコンベヤで流れてくるところに、一定の食材をこう詰め込んでいくっていうね、完全にこうマスクして頭にはね、帽子みたいなのをかぶって、そこでもひたすら1時間ずっと弁当にね、食材を詰め続けるっていうバイトをしてたらしいんですけど、それをやった時にですね、田中社長が感じたことっていうのは、そのやっていた仕事っていうのが、ただひたすら弁当箱に惣菜詰めるだけっていう仕事に1300円っていう、お金がつく、価値がついたと。で、確かにその1300円っていうのをもらっていたんだけれども、1年経った後に自分が何もね、進歩してないってことに気づいたらしいんですよ。全然進歩してなくて、人生が何も進んでいないということに気づいたらしくて、で、周りを見たらね、その女の子からお金をもらっていたバンドマンたちはもう今はもうすごい有名になっちゃったらしいんですけど、もうその有名になるための階段を上がり始めていたと。で、そうした時に田中社長は思ったらしいんですよ。1時間1300円っていう、確かにお金はいいかもしれないけど、ね、それだけで仕事を選んでしまったがために、その1時間っていうのがですね、どれだけ大事な時間だったのか。彼らは紐っていう選択を取ったわけなんですけど、その1時間、田中社長が弁当にね、ご飯を詰めてる間に、彼らは楽曲を磨いたりとか、ファンを増やすための活動に時間を当ててたわけなんですね。その本の中で田中社長は、お金は本当に交換のツールでしかないってことを言ってるんですよ。ここにみんなやっぱり重きを置きすぎてる。例えばお金がなくなったらどうしようとか、貯金しなきゃいけないとか、そういうふうにね、考えてる人たちが多すぎると。お金は単なる交換の道具でしかないんだ、交換して意味があるんだっていうことを言ってるわけなんです。そうした時に、じゃあ自分がそのお金を得るためにどういうものを交換するのか、
ていうのはすごく考えなきゃいけないってことを言っていて、結局その交換したものっていうのはただお弁当を詰めるだけっていう、ね、時間ですよね、うん、そこに、まあ、1300円っていう価値をつけられてたと。だからどんなことをやってやっぱりそのお金と交換していくのかっていうのはすごく考えなきゃいけないっていうようなことを言ってたんですよね。これはもう本当に私も同感というか、まあ今までずっとね、やっぱりお金に対してのイメージっていうのが、お金がなくなったら大変なことになるとか、ね、お金はねもう絶対にギュッと握って離さないみたいな、そういうところがあったわけなんですけど、起業してからね、しばらくそういう癖が抜けなくて、で、ある程度お金がね、お金を稼ぐっていうことができるようになってきて、自己投資っていうのをし始めてからですね、例えば50万円を払って何かしらのスキルや技能を学ぶ、100万円を払って何かしらのスキルや技能を学ぶっていうことをやるっていうのは、お金は確かに50万円とか100万円減るんですよ。だけどその分やっぱり時間っていうのをね、圧倒的に短縮することができるわけですよね。例えば自分一人で何かこうビジネスをやって成功させようと思っても、もう途方もない時間と労力がかかるわけですよ、ね、今インターネットで Google があるから、じゃあ Google で自分で調べてね、ひたすら1から10まで全部調べて無料でやって、それでできるようになるかもしれない。だけれども途方もない時間がかかるわけですよね。だけどそのできている人に教わってしまえば、その人がね、ずっと長年かけて積み上げてきたスキルとか技能とか考え方とかっていうのをその人が直接学ぶことができるわけです。要するに50万とか100万とかね、まあいくらかわからないですけど、そういうお金を払うことによって圧倒的に自分の時間が短縮されるわけですよ。でそれを考えたら、ぶっちゃけ50万とか100万って安いもんだと思うんですよね。その人がやってきた経験とかスキルとかを学べるわけですから、それで自分がこれからかけなきゃいけない、もうね何年かかるかわからないような時間を短縮できるって考えたら、ものすごい安いと思うんですよ、そのぐらいの金額で学べるっていうことであれば、うん、だからこの考え方になれたのも、やっぱり時間とお金っていうのを比較した時に、時間の方がお金よりもずっとね価値が高いっていうところに気づいたからなんです。もうとにかく、まあ、昔の田中社長と同じように1時間いくらっていう働き方をしている時って、やっぱりその1時間、まあ、例えば1300円なら1300円っていうお金の価値しか知らないので、やっぱりその例えば50万なり100万円なりっていうのを出す時に、この50万円とか100万円を稼ぐためには自分はこれだけ仕事してきたんだっていうのを無意識にやっぱり考えちゃうわけですよね、うん、だからそこでまあなんて言うんでしょうね、お金を出したら得られるスキルのことよりもですね、自分が頑張って働いたこの頑張ったことを考えてしまうから、どうしてもやっぱり50万とか100万とか、まあ、それ以上かもしれないけど、お金を払うことができないっていうようなことになってしまうと。結局ここで時間の方がすごい大事だって思ってたら、そこでねやっぱりお金って交換するものだとか、時間の方がものすごい大事なんだっていうことが分かっていたら、払うことってできると思うんですけど、なかなかやっぱそれができない。それはなんでかって言ったら、やっぱり、時間とお金を比較した時にお金の方がね上位に立ってしまってるっていうことなんですよね。私はこれを覆すことによってやっぱり結果っていうのを最短で得てこれたというふうに思ってますし、成功している人にね、お金を払って、時間を短縮するっていう意識で自己投資をしてきた結果、やっぱり自分でやってたらおそらくもっともっと全然ね、この結果を出すためには時間かかってたんですけど、それを圧倒的に短縮することができたっていうふうに思ってるんですよ。だから、まあ、田中社長はこの本の中で、お金っていうのは単なる交換のツールでしかない、だからといってお金が存在に扱ってはいけない、まあ、もちろんねお金ってのは大切なものなんだけど、ね、過大評価しすぎてるっていうような感覚ですよね。お金ってすごいんだみたいな、こうお金をありのままとして見れてないっていうような、やっぱり人が多いんじゃないかっていうようなことだったんですよ。確かに私もそうだったので、これは納得できると。でも今は本当にお金っていうのは3つの役割があると思っていて、まあお金っていうのは価値の保存ですよね。まあ、例えばお肉だったり魚とかっていうのは保存すると腐って価値が下がりますけど、お金っていうのは腐ったりしないですよね。持っていればずっとその価値を保存することができるわけですよ。であとは価値の尺度ですね。まあ例えばリンゴが100円です、バナナが150円ですとか、そういう感じで物差しになる役割を果たしていると。であとは、まあ、お金は交換するっていうことですよね。何かと交換する道具、この3つの、まあ、役割があるっていうふうに思ってるんですよ。ただそれだけのものなんですよね、お金って。だから
あまりにもなんかこうお金の価値というかお金の本来の意味っていうのを見失ってしまって、なんかお金ってものすごいものなんだっていうふうに思ってしまうと、どうしてもやっぱり自分が本来は時間を大事にして、ね、何かまあなことを成し遂げるにしてもね、お金っていうものよりも時間が大事なんだって思えば、おそらくバンド時代のオンデイズのね田中社長ももしかしたら女の子にね助けてもらってたかもしれないですよ、ね、女の子に助けてもらってでも自分の時間を優先して、そして自分のやるべきことに集中したと思うんですよね。田中社長は違ったわけですよ、ね、それは嫌だと、ね、恩を着せられたくもないしっていうことで自分でやるっていうふうに決めたわけなんですけど、やっぱりそこで時間よりもお金の方が勝ってしまったわけですよね。時間が優先だと思ってたら、おそらく自分のプライドを捨ててるまででも、ね、時間を取って女の子にお金を任せるっていうような判断になったと思うんですけど、その時の田中社長はそうじゃなかった。で、僕自身も本当につい最近までそうだったんですよね。お金っていうのが上位に来すぎて、まあ、結局自分の時間をね、まあ、大事に思えない、うん、でこれがこの感覚ってものすごくやっぱりビジネスに全般的にね影響を与えると思うんですよ、まあ、例えばコーチコンサルの方だったら1時間セッションしますっていう風になった時に、時間とお金っていうその価値をですね、お金の方が時間よりもこう上になってしまっていたら、ものすごいやっぱり安い金額でしかサービスを提供できなくなる、まあ、1時間1000円とか1時間2000円とかっていう価格設定になっちゃうわけですよ。でもものすごくやっぱり時間を大事にしていたりとか、お金なんかよりも時間の方が価値がすごい高いんだって理解している人は、もう1時間ね、ほんとそれこそ5万、10万、20万とかっていう金額をつけたりするわけです。これっていうのは、それだけその人が時間に対して重要だっていうふうに思えてるかだと思うんですよ。だからその1時間いくらっていう価格の価値っていうのも、そのつけ方っていうのも、その人がどれだけ自分の時間を大事だっていうふうに認識できてるかだと思うんですよね。お金よりも時間の方が大事なんだっていうふうに思えてる人は、価格が高い人のところに行って初めて学ぶことができたんですよ。高い価格を設定してる人っていうのは明らかに時間を優先してる人なんですよ。時間の方がお金よりも優先だから価格を高くするわけですよね。まあ、もちろんね、ユニクロとかマクドナルドみたいに薄利多売できるような商品流通網がもう整ってる業者であれば別ですよね、もう全世界にブランド力があって、そして集客力もたくさんあってっていうところであれば、価格を下げて下げてっていうことでもビジネスって成り立ちますけど、そうじゃない本当に中小企業、私たちみたいな個人でやっているようなコーチだったりコンサルタントとかセラピストっていうのは、どれだけ自分の時間の価値を高められるかっていうのが本当に稼げるか稼げないかの差になってくると思うんですよ。これってお金のメンタルブロックだと思ってるんですけど、これをまあ外すためにはやっぱり自分の時間をものすごく大事にしている人、まあ、つまり価格が高い人ですよね。価格が高いってことは自分の時間をすごく大事にしている人だと私は思ってるので、そういう人のところに行って学ぶと、そうするとものすごいやっぱり分かるわけですよね。あ、この人こういう考え方で本当にとにかく時間大事にしてるんだなということが学べるわけなんです、うん、そこで初めてまあ学ぶことができて、結局やっぱり自分の時間っていうのを本当にねどれだけ大事に思えるかっていうことが、お金を増やすための究極のマインドセットだなっていうことに気づいたんです、まあ、この本を見てもう本当に学んだことっていうのは、改めて再認識したことっていうのは、自分の時間の価値をどれだけ高めることができるかっていうことですよね。お金っていうのは価値との交換の道具なんだと、それ以上でもそれ以下でもないと、ね、だからこそ、ね、時間の方が絶対に大事で、今まではこれ逆転してたんですけど、確実にお金よりも時間の方がね価値が高いんだと。それはそうですよね。だって時間イコール命ですから、寿命の時間なわけですから、お金なんかよりも価値が高くて当たり前だから、この1時間あたりの、まあ1時間でも何でもいいですよ、1日あたりのでもいいし、その時間あたりの価値をどれだけ認識し、そしてどれだけ高めていけるかが、ビジネスで本当に成功していくポイントなんじゃないかなっていうふうに思ったんです。まあ今回はですね、まあオンデイズの田中社長の本ですね、大きな嘘の木の下で本当に面白いので、本当にぜひね見ていただきたいと思ってるんですけど、まあ、続きをちょっと読みながら気づいたことがまたあったらですね、シェアしていきたいなというふうに思っています。はい、今回は動画の方以上になります。今回の話がですね、あなたの何かのためになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。で、こういった動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと動画の下にですね公式 LINE の登録フォームありますので、そちらからご登録の方もお待ちしております。はい、それではあなたの貴重なお時間をいただき、動画をご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。